久保房最新ニュース、久保建英がバスクだ。B 勝利の立役者に。ラリーが第17節である。ソシエダ対アスレティックビルバオがゲン。時間14日にスタディオアノエタで行われ。この試合では、サッカー日本代表ミッドフィルダー久保建英が。活躍、華麗なゴールを決めてバスクダービー。リに導いた。今シーズンの久保建英は、ダゾンフォードコモで。 いつモドコでも簡単視聴へ1点リードで迎えた37分。はペナルティーエリア左手前でダビドし、場からパスを受けると、プレスに来た相手ディフェンダーを、抜き、ワンタッチで華麗に抜き去ってペナル、e。いエリア内に侵入し、冷静にゴール左にし、とを決めた。このシュートに相手ゴールキーパーは一歩も、くことができず、久保はゴール後にユニフォー。 無を脱いで力強いガッツポーズを見せた。さあ。260分、久保が敵陣でパスカットしてペナルテ。エリア内に侵入すると、相手ディフェンダーに倒されて PK を。鳥ーチーム3点目のきっかけとなり、3・1で伸ばす。ダービー勝利の立て役者となった。ジページー動。久保建英の華麗なゴールがこれだ。関連記事。